PK のキッカー選手に決めさせるのはどう思いますかよくある仕様ですよね。自信あるやつ蹴れみたいな。別にそこは別に、自分がどうするかって言ったらね、僕が決めた方がプレッシャーが下がるというか。 監督に言われたから,だから、まあ、例えば僕だったら全部決めて、はい、じゃあこれで外したら俺のせいだから頑張ってきてっていう。それもそれでね、プレッシャーが軽減されるかっていうとね、これで外したら俺が指名した俺のせいだからさっていう方法もあるけど、それはなんか見栄えがいいだけで、実際はね、自信あるやつが蹴った方がいいし、うん、だからそこじゃないと思ってますけどね、本質は。PK どうしたかとか、PK 蹴った蹴らないとか、そこじゃなくて、PK 戦になるまでさ、うん だってワールドカップベスト3までさ3位まで行ってる国とベスト16の壁を破れない国だったら PK 戦になった時にどっちの方がさプレッシャーあるかっていうとさう僕は後者だと思うんで,で別にね試合自体の内容も良くなかったりとかクロアチア自体も今がねいい世代っていう風には思ってないからその前段階のことをしゃべる人が少ないよね誰も手を挙げなくて、まあ、自信あったから南野が行ったっていうのは見ましたけどねあの雰囲気で一番にいった南野よくいったと思う叩くやつだと思うたた叩いてる人はまあ結局ね、まあ、僕がそういうのをみんなに可視化させて ますけどねそういうのが好きな人だからさパリピーだからもうただの悪いパリピーみたいなただ盛り上がりたいだけでねただ攻撃したいだけでうまくいってるやつがね落ちぶれてくるみて楽しいみたいな層いるじゃないですかそれと一緒っすよ人の形してるだけでね話すだけ無駄だからもうほっとけその PK の練習した時に同じ緊張感でできるかっていうと普通のオープンプレーでの練習よりもも,もっとねクオリティは変わるからね だってもう簡単なしさ、メッシだって PK 外すんだよ。ロベルト・バッチョだって PK 外すんだから、そこを話してる人少なすぎないいや、PK に行く前にさ、チャンス作ってたところの伊藤のメカニズムなんでやめたのっていうのとかさ、三笘にボール行かせるためにさ、後ろなんで整えないのとかさ、浅野のワントップ全然機能してないけどっていうか、ね、前田の時からもう機能しないようにね、前からのプレスがかかんないように相手が飛ばしてきてんのに、なんでその形継続すんのみたいなさ。そういう、なんていうのかな。 本質的なところを喋れないから可視化できる PK のミスとかそこばっか喋るでしょ。だからそんなもんも全部ほっといていい。楽しんでくれてるな、ワールドカップをって思って見とけばいい。ただ、しっかり何が勝因で何が敗因かっていう本質的な議論には踏み込んでこれないだろうし、踏み込んできてもらっても困るから。